こんにちは。どうも、ハセです。みちです。ハセみちです、はい、今回はシンバルのこの取っ手の取り替え方をみち先生にあれやっていただきたいと思います。はい、それではまずこれを外していきます。これは簡単にこう引っ張ったら外れていきますので、ほどけたら下から抜きます。はい、はい、抜けました。じゃあこれを置いていて、はい、これは燃えるゴミです。はい、で新しい手革は硬いので手が痛くなりやすいので、この裂けてる付近をこういう風にちょっとしごいて柔らかくしてるんですね、これね、はい、なじませてからつけます。はい、どうしてください。はい、長さはですね、これ、まあ、いろんな長さが売ってると思うんですけれども、この、まあ、こう持った時に余る分と、あと子供とか、まあ、大人でも使うんですけど、手を通して握った時のこの余る分で考えます。はい、こっから小指とか親指、まあ、大体第一関節分ぐらいを残して、ここはめてはめる、もしくはこの状態で持つ。でここ持った時に余らないと危ないんで、余った分をこの分を入れて残します。はい、はい、入れましょう。入れ方じゃあこの2つに裂けてるのをきれいにこう重ねて、こっちも重ねて。重ね方は右左ありますか？ないです。はい、ないです。ここをきれいにまとめておくと入れやすいので、ここまずこう整えて、この辺でしたね。はい。じゃあここまでシンバルのところに入れますよ。よいしょ。ちょっと難しいの見えやすくするの。ちなみにここでワンポイントとしては、こう入れてから指ま腕回してここで引っ張りながら調整しても大丈夫ですね。ここで大体調整します。こんな感じ。こことか通してこうとか。はい、うん、はい。じゃあさっき大体測ったぐらい、ここから紐をこういう風に出します。裏側がこっちに見えるようにしてくれるといいと思います。これがだからこういう風になるとダメ。ひっくり返ったりしない方が綺麗にできます。そうね、はい、はい、じゃあすいません、元にやってきます。自分の手前側の手革を隣に倒します。そしたら倒して下敷きになった子をまた隣の紐の上に倒します。同じことをまた下敷きになった子を隣の手革の上に倒します。で最後、一番最初に倒したところに輪っかができているので、ここに最後の紐を入れます。こうすると万字型、あ、もうできてる。これを引き締めていくと、もうハセくんが出来上がってるんですけど、こんな風に結ぶことができます。はい、でここから緩いと思うんで、僕の場合はいつもこの真ん中を一回押しつつ、一回こう形を作ってから引っ張ると僕は結構楽ですね。この余れてるとこをこう押さえといて、一本一本キュッキュッと引っ張っても引き締めることができます。でここが緩いと、あの勢いでこれがバンって抜けちゃってシンバルが落ちて危なくなっちゃうんで、ここは重点的に。あと子供たちが使う時も、あの使う前に必ず一回ここを見て、うんうんうん、たまにこれすごく短くなったりするんですよ、うん、でそれって緩んできてる証拠なんで、そうすると本当にもう何かの衝撃でズッて抜けちゃうんで、ここがちゃんと長いかなというのを確認した方がいいと思います。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、以上シンバルの紐の交換でございました。はい。